ぷよぷよフィーバー 2! ぷよぷよフィーバー 2! ぷよぷよタウンゴーゴーぷよぷよフィーバーさあ、回れ銀の月金の太陽漆黒の空我に力をネブライグニスへへラクタスオールビスネブラマラウィスアトラヘンディ手は抜かないよ計算通りさやっにゃんま、実力だねぽへーうしゃしゃしゃバカな あ,あ回れ銀の月漆刻の空我に力をネブライグニスへへ,へラクタスオールディスネブラマクラウィスアトラヘンディ手は抜かないよ計算通りさやっにゃんま、実力だねぽへーうシゃシャシャバカな誰君ああ同じクラスのシグか僕の相手になるのかいそうか。そうだな。 レムレスが言ってた。本を手に入れてから、確かに僕の魔力は強くなった。でも、まだだ。まだ何かが足りない気がする。やはり、この本にも書かれている通り。本の持つすべての力を引き出すには、三つのアイテムが必要ということか。あと一つ。月の石。そうか。そうかもしれない。いや、待ってよ。<laughs> だろうな。アミティ、君、レムレスに怪我させたって言うじゃないか。レムレスは、アコール先生に届け物があって、わざわざこの学校まで来てくれたのに、肝心の届け物を落とさせちゃっただなんて。まったくもって君は、困ったさんだな。そうだよ。君たちより前からね。ほら、この雑誌を見ろよ。レムレスが載ってるだろ。彼はその筋じゃ、有名人なんだ。ま、 君みたいなお子様には理解できない大人向けの魔道雑さ。違うそのページじゃないと、とにかく僕としては気持ちが収まらないんだよね僕と勝負だんどれどれま、まあ、大人向けだ,だからな。<laughs> 念のため言っておくけど。 僕は研究のために体を乗っ取られたらどうなるかを実験してただけなんだよ。なのに、まったく。これだから君は困ったさんだな。レムレスまで。そのしおり、アミティにあげるよ。僕にはゴミだからね。なんだ、ラフィーナか。<laughs> そんな口を聞けるのも今のうちだけ。僕は今まで探してたものをついに見つけたんだ嫌だね。 君が解けばいいじゃないか。<laughs> 後悔するのは君だからね